海士市の木田幼稚園を訪れたのは、伊勢の海部屋の錦木関ら3人の力士です。木田幼稚園では、子どもたちに相撲への理解を深めてもらおうと、15年ほど前から交流を続けていますが、新型コロナの影響で力士たちに直接触れ合うのは3年ぶりです。今日の交流会には園児や保護者など合わせて100人余りが参加しました。園児たちが特に楽しみにしていたのは力士との取り組みで、みんなで力を合わせ土俵の中を所狭しと動き回りました。大きかった。お相撲さんと遊んでどうでしたか？楽しかったです。勝ったから勝った、嬉しかった。入門当初から参加している錦木関は、怖がらずみんな戦ってきてくれたのがちょっと嬉しかったですね。お相撲さん好きとか見てみたいってなってくれればいいかなと思ってます。はい、思いっきり体を動かし、園児たちにとって忘れられない一日となりました。